アッサーガです。今回はコールオブデューティーブラックオプス4スラムやっていきたいと思います。さあこっちの奥ですかね。まずは1キルいただき、これはこっち側に、おおびっくりしたで、ここおるな。オッケー、さあここら辺までちょっと行っちゃっていいですかい。おーちょっと撃たれてますね。あーこっちかすらない。おーソードフィッシュですか、なるほどですね。もう定番の武器がいましたね。まあ、だけど定番がゆえにちゃんと対策してきてますんでね、この武器という形で。そうですよ、もちろんね。オッケー進むぜ進むぜ、よいしょよいしょよいさ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 、いいねいいねいいね、素晴らしい。やっぱねこうやってて思ったんですよ、サブまでやりたいなと思ってもね厳しいということで、ソードフィッシュ対策にこのね DMRK を持ってきたというわけですね。これ DMRK っていうか DMR ですねDMRK ってなんだ、大丈夫？あーちょっと2発ぐらい受けちゃってるから、ちょっと待ってよ、任せろ。レーザーワイヤーカットしちゃったからちょっと今あれがないぞ俺は。こいつ結構ガチでガチガチだな、くそ。あ待て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 、やばいやばいやばい、これ B 落ちるぞ、まずいですねこれ。うわーこれはもう大押し込みですよこれ、厳しいな。でも敵取れてない、よしこれはまあ結果オーライってやつだ。これどうなんだこれ、そうさっきやってくれたお返しだよ。いいぞいいぞ、味方右から行ったっしょ。これどうしよう、自分のタップディプロイがいつ展開すればいいかちょっとね迷いが生まれてますね。ここだ、戦術投入使用可能。オッケー、まあここら辺でね敵をガン待ちするやつわけですよ。どうしようか、味方がここで補充されてって僕がここで敵を抑えることによってまあ死ぬんですけど死ぬんかい、ダメですね。えマジやば、あー死んだねこれは。あー敵いいの持ってたなあれは。オッケーオッケー、任せたまえ。やべやべ、あこれ B 落ちたか、いや落ちてない、素晴らしい味方さんやりますね。おいいぞ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 終わりだ、いいぞいいぞ、私がクールダウンに一役買って出ましょうか。さあ来るぞ、オッケー B ゲット、よしいいですね、ナイス、いいですよいいですよ。敵もなんか結構ってかまあまあガチだねあれはね。いやこれどれだけ維持できるかちょっと気を抜かないでいきたいところですけども、危なっ、うん、やっぱね正面これって感じ、いくらパシパシ打ってたとしても。オッケーオッケー、いいですね。あーちょっと向こう側行ってんのか、うおっそ抜けなかったか。いやいいねいいね、私はソードフィッシュ負けねえ、ソードフィッシュだけには負けたくねえ、そういう思いがあるんだ俺は。負けるー、結構敵のあれですね強武器率が上がってるのでこれはガチと見て間違いないでしょう。おおマジか、はいお疲れちゃん、いいですね素晴らしい。これね敵さんもそうあんなんかね簡単には取ろうとしないところがあれですね、安心感ありますね逆に。これそうだよね、敵もそんなになんかがっつり攻めるなんか感じじゃないから今のうちにリードしておきたい。でナイス、そういうとこですよそういうところ
そういうところだよ本当に。オッケーオッケー。おお、なんだ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 、うろちょろしてたぞ自分の前で。オッケーオッケー、20点リード、いいですよいいですよ。ちょっとこれはあれかな、あーおるなここおるけど、罠を設置おじさん、はいリセット。これね覗きながら行くとかそういうことができないから。うえー、敵さんもこれで結構いい感じ食らったんじゃない、いない、危ない、回復、わやべ、もう殴られたよしよし、でも時間稼いだぜ結構。いやー結構稼ぎましたねこれ、思いの、いや思いのほかいいぞこれ、イエーイ行くぞいいじゃないですか、もう最高やで。いやーでもいいですねこのね、敵がね、まあとりあえず前線確保してから旗取ろうって意識のチームなんで、取られなかったら結構点リードできますね。そこが今このね、僕のチームとのいい感じでバランス取ってるので、このまま押し切りたいところですけどね。逆側ですよ問題の逆側、こっち側ですね。まあでもここでタップディプロイたけるんで、さっきそんな焚いてなかったからな言うて、だから多分今回ほどあれはないと思うんだよね。はい真ん中来てる来てるね、アルファ選挙、あー初動はちょっと逃したくないですね、ちょっとね困りますねこれはね。いける、あー厳しいか、いけるいけるいける、あマジやばいなこれ、やっぱ逆側つらいか。オッケーオッケーオッケー、やった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 、タックデプロイビーコン、とりあえず適当にポイって置いといたわ。とりあえずこんな感じでちょっとグイってきて、グイってきて、グイってきて、グイって押せなかったけどね、ゼロキルだからちょっとあれだけど、待て待て待て、あごめん味方さん、すまんな今のは裏切った。くー、どうしましょう、敵が結構4点系で攻めてきてるな、ここは押し切りたいですよ。ナイスブラボー入ってくれてる君、よき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 、ここで絶対守るマン、オッケー絶対守るマン、任せろ任せろ、俺はこのために、このためじゃないけどこういうロングレンジ見るために持ってきたんだよ。そう、唯一ソードフィッシュにかなう武器として私はこれを選んできた。もうね SMG の未来などなかった。あ横はいける、よしナイス、いいね味方さん素晴らしい、そんなのは聞かないぞ。いやーいいですねこのね状況、素晴らしいですよ。あらになんか若干押しが来てるかな、いやだいぶいい状況ですねこれね。タップディプレイもう少しで解禁されるんで、プラスアルファいいですよこれは。あでも右やべえかも、真ん中もねなんか自分がやってから結構警戒してるのか敵来ないんですよね逆にね。やばいかもこれ、危ねえそこから来るか、ちょっとね目から鱗でした。あやっぱ右から来るつもりだなこいつら。まだいけるまだいける、まだいけますまだいけます。中さんクソイモですねって言われてもいい、ここでねこんなバラエティに全然飛んでないチームなんてこういう戦い方で十分ですよ。大丈夫かそっち、まあ2枚いったら大丈夫かな。ナイス、待って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 、うわー 150! きちーけどまあまあいいでしょう、十分十分リードはできてるんでね。いやー
そういえば皆さん最近どうですか？梅雨が入りましたけれども、いやー梅雨入ったらあれだね、このね布団干せないっていう環境にねなってしまう。これはね由々しき問題ですよ。もうねこの時期になるとな、洗濯物をまあ部屋干しでもいいんだけど、そういえば最近ね僕我が家洗濯機をちょっと買い替えようかなっていう話になってて、洗濯機っていろいろドラム式とか縦式のねやつとかいろいろあるじゃないですか。これでね僕いろいろ調べ物したんですけど、頭の中ではドラム式ってすごくまあこうねドラムの中でぐるぐる回しながらそれでいけるんですごくなんかいい感じなのかなって思ったら、意外とドラム式って汚れが落ちにくくなったりするみたいですね。なんか普通の縦の洗濯機と比べてドラム式っていうのは水を使う量が少ないってことが謳われてるじゃないですか。その水を少なく使うことが汚れに関してね、汚れがすごく落ちるかっていうとそうでもないっていうところにねなるらしいですよ。びっくりしたんだけどね。なんかもうちょっとなんかね差があるのかなと思ったら、なんかおすすめする人は全然ね普通のドラム式じゃない洗濯機を押すみたいな、それぐらいねいろいろ分かれてるらしいですよ。なんかイメージだったらねなんかドラム式は新しいイメージだったんだけど、そういう違いがあるんだなって思ってね。そういうところでもみんなだからね、買うとしたら汚れを落としたいっていうことを考えるのであれば、ドラム式じゃなくて普通の縦型の洗濯機ってなかなかいいみたいですね。で縦型の洗濯機ない機能としてはドラム式は乾燥機としても使えるという形でね、乾燥ができるっていうところがまたドラム式のいいところなんですけれども、まあそういうね違いがねあったりするわけでございますよ。まあこれからって言っても新生活も始まってるんで正直今更って感じの情報ですけれども、なんか買い替える人がいたらねぜひね選ぶ時の参考にでもなったらいいかななんてね思いますけどね。うおやば、 OK とりあえず倒しといた。いやーでもなかなかね洗濯機っていうのも高いからね、高いけどまあそこら辺でね結構使う期間的には長いので、しっかりとしたものをね選んでおいた方がいいのかなって思ったりしますよ本当に。まあ僕もねちょっとね洗濯機じゃないんだけど、最近洗濯板とかをね洗車で終わった後のタオルをこう洗うのに使うんですけど、100均の洗濯板がなかなかいいですよ。まあこの後に及んで洗濯板使うと思わなかったんだけど、あれね車持ってる人はぜひとも買っていただきたい100均の洗濯板というわけで、今回はこんな感じで終わりたいと思います。よし、あーよかったですね、今回は無事勝てたので満足満足でございます。というわけで今回はこんな感じで終わりたいと思います。それでは次回もかかってこーい。なんかあれでね、おい来た、いいね、あワンちゃんちょっと倒したいな、あれ、おい、あいいね、圧倒的な火力、あ虹光った、やったー、虹光ったぜこれ。待ってこれいつまで続くんだこのかもしれんけども、おーおーって感じですね。おい、あーこういうなんだろうな、音響センサー系のこのなんか特性をちゃんと知ったらスチールも取れるんでいけるんで、こんな感じですよ。